はい、一応大会のエントリー参加費用の方エントリーをよろしくお願いいたします。参加費は100円となっております。はい、一応大会のエントリー参加費用の方エントリーをよろしくお願いいたします。キャラクターは参加費は100円となっております。自由です、好きなキャラ使っていいです。あの合金以外で。はい、一応大会のエントリー参加費用の方エントリーをよろしくお願いいたします。参加費は100円となっております。自由です、好きなキャラ使っていいです。あの合金以外で。はい、一応大会のエントリー参加費用の方エントリーをよろしくお願いいたします。参加費は100円となっております。マコタロ決意の元このキャラ使う自由です、好きなキャラ使っています。それを合金するために書くのもありです。はい、一応大会のエントリー参加費用の方エントリーをよろしくお願いいたします。参加費は100円となっております。マコタロ決意の元このキャラ使う とてもわかりやすい。ここにするために書くのもありです。はい、はい、一応大会のエントリー参加費用の
あ、あ、あ、はい、そろそろエントリー締め切って大会の準備始めますが、もういないですかね。今のところエントリー4名でございますが、4名で、あ、締め切ります。4名で OK なんですかね。まだ書いてないんで、はい、そろそろエントリー締め切って大会の準備始めますが、そこだけ確認して出る出ないが、ないですか、ね、今のところエントリー4名でございますが、4名で、あ、死にたいと思います。じゃあ、ついでにお金もお願いします。4名で、OK、じゃあ5名ということで、5名で大会、まだ書いてないんで、はい、そろそろエントリー締め切って大会の準備始めますが、そこだけ確認して出る出ないが、ないですか、今のところエントリー4名でございますが、4名で、あ、死にたいと思います。じゃあ、ついでにお金もお願いします。4名で、OK、じゃあ5名ということで、5名で大会、まだ書いてないんで、はい、そろそろエントリー締め切って大会の準備始めますが、そこだけ確認して出る出ないが、ないですか、今のところエントリー4名でございますが、4名で、あ、死にたいと思います。4名で、OK、じゃあ5名ということで、5名で大会、まだ書いてないんで、はい、そろそろエントリー締め切って大会の準備、4名で、あ、4名で、OK、じゃあ5名ということで、5名で大会、まだ書いてないんで、はい、そろそろエントリー締め切って大会の準備、じゃあ5名ということで、5名で大会、まだ書いてないんで、はい、そろそろエントリー締め切って大会の準備、じゃあ5名ということで、5名で大会、まだ書いてないんで、はい、そろそろエントリー締め切って大会の準備、じゃあ5名ということで、5名で大会、まだ書いてないんで、はい、そろそろエントリー締め切って大会の準備、じゃあ5名ということで、5名で大会、まだ書いてないんで、はい、そろそろエントリー締め切って大会の準備、5名ということで、5名で大会、まだ書いてないんで、そろそろエントリー締め切って大会の準備、じゃあ5名ということで、5名で大会、まだ書いてないんで、そろそろエントリー締め切って大会の準備、5名ということで、5名で大会、まだ書いてないんで、そろそろエントリー締め切って大会の準備、じゃあ5名ということで、5名で大会、まだ書いてないんで、そろそろエントリー締め切って大会の準備、
公平ということで、僕らで大会やっていって、全然そうそう。はい、失礼いたしました。ちょっとマイクの調整っていうか画面の調整がちょっと大変なことになっているので、直したと思うので、これで直ったと思いますが、どうでしょうか。大丈夫でしょうか。画面は大丈夫、音は大丈夫でしょうか。しばらく経てば治ると思いますが、どうでしょうね。ちょっと長くその状態にしすぎたせいでしばらくはかかると思いますが、まあ、一応画面動画を撮る予定です。あ、大丈夫ですね、ありがとうございます。はい、それでは、準備できましたので大会の方を始めていきます。今日は5名ということなので総当たりですね。2先の総当たりで行いますのでよろしくお願いいたします。はい、中止なんで今日補充したよ今日
や、今日はセロ様はベスト4行ってくれると思います。本当に、セロ様はベスト4に行ってくれると思いますと、コメントに書かれております。はい、大会始めまーす。の試合、それで最後でお願いしまーす。総当たり戦なので、結構頻繁に出番が来ると思いますので、それを最後のの試合でお願いいたしまーす。ちょっと、の試合終了を。待ってる状態ですね。参加者5名中4名が今のじ合いやってる状態ですのでしばらくお待ちください。しばらくデモ画面になってしまいますが、メンツはですね、セロテープ、タツトシ、ウネガイル、トモザ、ムナーリの5名ですねとなっておりますので、すごいレバガチャだったぞはい、大丈夫ですかね。すいません、の試合盛り上がってる中、はい、それでは、5月28日月例大会始めていきます。よろしくお願いしまーす。ありがとう、ありがとう。本日は参加者5名ということなので、総当たり戦ですね。多分1先だと早いので2先で行います。ではセルテープさん対タツオシさん、お願いします。で、キャラクターは自由です。自由です。あ、合気なしの S キャラ、も自由ですし、かぶせもありです。その、2回目は無理です。勝ったら帰れません。負けた方は帰っていいです。負け替えはありです。なんで、使える手駒は全部使って構いません。さあ本日はゴーキ以外のキャラ自由ですね。好きなキャラを使ってください。で、2先でございます。1回勝てば、まあかぶせれる権利を手に入れるよみたいな感じですが、さあダブラリをうまく当てて端に追い込んでいく。昇竜拳、波動拳、波動拳はダブラリで、さあ飛びが通っているが、そこはスクリュー。さあ飛び込みから昇竜拳、真空を重ねて波動拳当たっている。ダブラリ、さあどうなる。ダイヤシー、まず取っていくはタストシリューですね。ワンピーガーがタストシリュー、ツーピーガーがセロテープザンギフでございます。さあこれはファイヤーはダブラリで透かして、昇竜拳はバックジャンプだが竜巻が当たる。中足、昇竜拳はこかして、飛びからこかして、中足、中足、ダブラリは、さあ踏み込みだやし、ちょっと届かなかった。小キックからのデキック。さあ、1-1で迎えてる。最終ラウンド、いや、ラウンド 3?
さあ踏み込み台紙からこかして、さあダブラリ上からだがちょっと高すぎた。スクリーン回していた。波動拳台足、波動拳、波動拳、波動拳。さあいい台足だったんだがちょっと届かなかった。ダブラリ対空からさあここは小足からスクリーン投げて、バニシングフラット。まずは1本目がセロテープザンギフですね。2先でございますのでタストスさんまだあるよ。さあここでさあこちら2回目も竜を選択。色は黒くなってますね。多分殺意に満ちてます。殺意といえばウルツーが発売されております。絶賛発売中でございますね。さあ今中足を吸った気がするぞ。昇竜拳はさすがに作り合わせていった。さあ中キックファイヤーで追っ払って、波動拳、波動拳当たっている。波動拳はダブラリー透かして、台足、台足、さあ透かして当たってこけて、昇竜拳、波動拳、波動拳、波動拳、ダブラリ、ダブラリ、シンクはガードして波動拳、ほかして波動拳から波動拳、波動拳、ダブラリは踏み込み台足、しっかりしておりました。マストテクはタスト主流いや、さあ飛びはダブラリで追っ払って歩いて投げた。勝利拳は様子見てから台足、さあジャッキック、ジャッキックからさあ対空のダブラリ、勝利拳相打ち、中ボス、シンクから波動拳重ねて、さすがに近づくのは怖い。波動拳、さあ中台足、波動拳はダブラリで透かしていく。波動拳当たって、波動拳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 当たってしまった、ダブルラリアットさあ竜巻はしゃがんで透かしてダブルラリアット。さあこれはスクリュー、さあ一気に体力の縮んでスクリューパイルドライバーとさあ勝ったのはセルテープ。ではウネガイルさん対友田さんお願いします。あ、それもありですよ。使えない手札を使って、恥かくのもよし、使える手札を全力で頑張るもよし。さあ、ここはメイン同士ですね。ステージは、ザンギステンスか、ハイマクダブニーから、さあ、飛び、めくって投げて、サーマーは、差し掛け下げていた。さあ、一個から裏回って、ピヨって、自弱キック2発まず1本取っていくわ。友田ベガ、さあソニックはタッチでキックで潰していったか。ソニックブームが飛んでかわして、さあ1個距離離して、さあ相打ちだが受けているのはベガ側、デビリバから飛び込んで、さあちょっとタイムずれたか。ソニックブームナイトメアガードして中足サイコクラッシャー減った一本目取るは友田ベガ早いなこれさあかぶせていいんですよ、今日のルールはそういうルールですから。合金以外ならどのキャラ使ってもいいです。さあまたしてもガイルベガで、先ほどは一瞬のうちに終わってしまいましたが、さあ今度はどうなっていくでしょうか。さあバックタックル、サルクブーム、中足ソニックはデビリバでかわして様子を見ながら、ソニックガードしてデビリバ当たって飛び込み、さあショーキックから中足ダムには繋がっていない、飛んで
飛び込みはちょっとどうかな、ナイトメア、ソニック読みか、デビリバ飛んで、デビリバ、さあサーマーを釣った、レッドベルス、さあ空港に組んでしまった、大キックが長い、相打ち上等、さあリーチかけるトモザベガランス、さあダムニーから投げていく、さあこれはデビリバ、さあホバーから、さあ埋めてピオラステ、さあ早い勝ったのはトモザベガ、じゃあムナーリさんとセロテープさんお願いします。あ、じゃあリセットしてやっちゃえば OK です。あ、ちなみにキャラミスは1回までですので2回目以降は選んだキャラでやっていただきますので失格にしないだけありがたいと思ってくださいさあそんな有情あふれる大会、本日の月齢、さあザンギ対、これはサガット、X サガットかな、 X サガット対残業ですね。さあムナーリさんといえば俺の記憶に残っているのは去年のかける後ですかね、サガット一人チームで頑張った記憶があります懐かしい気がします。さあ飛びが通って、だがここはアパが、さあタイガー、タイガーとタイガー、さあこの組み合わせタイガーショットが辛すぎる。さあ、クテク様子を見た。タイガーショットガードしてしまったか。ワーストっていくわ、ムナーリサガット。ランド2。さあ、こかした、こかしたらワンチャンあるが、一応あります、無敵技。タイガーアッパーカット。さあ、グランドタイガーがうまい具合に来た。さあ、これはいい感じ。こかして、様子を見た。タイガー2位から近寄らせない、寄らせない、アッパーカット、ツーキック、タイガーショットと最後はジェノサイド勝てばよかろうな人かのな可能性もありますからね勝てばよかろうなのなさあ、ど、さあ飛びが取ってるがこけない、タッチショーキックが強くて、グランドタイガーがやはり辛い、グランドタイガーを避けたらピヨってしまった、飛び込み三段、これはやはりザンギエフ相当きつそう、ベスト4に入れるのか、 5人中4位の位置までいけるのか、さあタイガーショット、アッパーカット、さあこれはこかしてアッパーカを打つ、さあダブラリ、さあこけた、こけたらワンチャンあるんだが、なかなか読み合いを制することができない、あーじりじりしてるが、お互い割と圏内、さあこけて、さあタイガーショット、アッパーカット、タイガー、タイガー、タイガーショット、さあお互い、お互い勝ったのはムナーリサガット、タツトスさんとウネガエルさんでお願いします。今日はそうですね、ずっとのじやってましたからね、お二方、お二人で、あ、そうなんですか、
多分見た目で言えば多分この中で最年少な気がするんですけど、うねさん結構顔が若々しいです。あ、言わない言わない、そういうことは言わない、そういうことは言わない。ダブルスコアだけでも一回りは絶対言ってるよ、いますよ。一回りはなんか X で結構多そうな気がしますね。最近始めたという若いプレイヤーと、古来からの素数でだったら絶対一回りはいますけど。さあ、だからこうやってさあ最後ハードを重ねて、まあ、そっていくはタッソシリュー。まあ、若いプレイヤーもね、古いゲームですがやってくれるのは結構嬉しいもんです。新しいゲームばかりではなくね、歴史あるゲームをやるっていうのはやっぱり嬉しいことですが、投げ返して、これも一体何が言いたいんだと、何言ってるかわからないが言いたいことは伝わってくれると思う。さあここは球の打ち合い、飛び込んでいくのは龍川、昇竜拳上見えている、ダブルサマー使ってファイヤー、優しさか昇竜から。さあ、チューパン様、さあ、ワンチャンスが生まれてきたぞ。真空がなぜ当たる。飛んでしまったが。さあ、まず取っていくはタッソシリュウ。さあ、まず相打ち上等だが、こけているのはガイル側と。橋が近いのもガイル側だが、上は通っているが、さっと両方弾出ているぞ。踏んでしまって、竜巻波動から、波動、さあまたしても弾が出ている。波動波動。飛び込み、通してくれない。絶妙な位置の弾。ソニック、当たっている。真空、またしても当たる。今見てました。俺、上入れてんの見えました。一瞬ジャンプのモーション見えました。さあまで切って、さあ今度はガイル側が端に追い込んでいった。だがガイル側が下がって画面中央付近に戻っているが、さあここはソバットで追っ払っていく。大足を振っているが空振っている。さあ端から逃がしたくないが、竜巻旋風がこけている。昇竜拳はサマソで切って波動拳、ソニックブーム波動、ソニックと波動の打ち合い、近い位置だとガイル側に分があります。サニックン、サニックン、波動拳、波動拳と。だから回転率は龍側の方が確か早かったはずですね。どっかしらでガイル側が頑張らないといけないところで、真空ガードしてどうなる。波動拳、サニックブーム、竜巻当たっているが、これは先にタイムアウトー。勝ったのはタッソシリュウ。次は友田さんとムナリさんですね。さあこれで二巡終わる感じですね。こっから先は、お、さあ何が出るかな。さあ X サガット対 X ベガ。さあまずは痛い痛い大気語っていくが、投げて、さあ画面端ダブニーが当たってこけて、さあ今の投げ返しの中パンチかな。さあタイガニーからタイガータイガー、弾に対しては上からか、最後はダイヤスタイクかな。まあ取っていくはムナリサガット。さあ空対空、タイガーショットをガードさせて空対空、上も見えている。タイガータイガーと弾に対して何かアクションを起こしたいが、うまく全てを対応している。アッパガム置いて、さあ飛びが通ったか、これは暗い投げですね。ラスト取っていくはムナリサガット。
さあ、キャラはベガだな。さあ、開幕サイコは、サイコで追っかけていくが投げている。さあ、ヘッドブレスから、サマーソルト、スカルダイバー。そして、中足ダブニーから、さあ、タイガーショット。さあ、踏ん抜けて、タイガーショット。タイガーショット、サイコじゃ抜けれねえ。ちょっと危ないが、さあ、なんとか難を逃れたが、めくっていく。さあ、マスターっていうか、トマザフェイガー。スクレグ、だがダメージがちしてるの、サガットが。さあ、痛い痛いぞ、今のは。ダブニーから、固めて、投げて、最後クラッシャー。当たっている、ダブニー固めて、投げて、受け身がない。飛び落として、投げて、飛んで、中足、大、足、大キック、ナイトメア。タイガーショット、タイガーショット。さあ、こっからサガットがどうすんのかな、アッパーガット中足。さあこれで1-1。さあ青いパンツを剥がないで黒いパンツで頑張るサガット。いいんですよ、パンツの色変えでも全然構いませんですが、今回これは最後の戦いでございますので、この組み合わせ。さあダブニーから裏回って、さあ中足ダブニー、さあ痛いのもらっているが、ホバーも先端なので反撃がない。投げたさあまず取っていくわ、トモザベガー。さあこけて、ここでこけんのは結構大変。最高クラッシャータイガニーから投げていく。さあ上もしっかり落として逃がさない、鳥かごは完璧すぎるぞ。タイガーショット、さあ抜けれない、抜けれない、鳥かごがうますぎる。さあ様子見て、ダブに当たってるが、下がった、こけている、危なかったが、ダブにアッパーガット、タイガーショット、ナイトメアは出ず。さあふんわり飛んで投げていく、受け身もないぞ。2位で抜けてアッパーカット、タイガーショット、タイガーショット、タイガーショット、踏んづけて投げた、タイガー、タイガー。さあ逃がさない、鳥かご状態。こうなるとベガーすごい大変だが、デビリバで抜けていく、飛び込んで2位が当たって、さあ今表ですか、マジっすか。さあ飛びが通って、サイコクラッシャーから投げているのはムナーリ、サガット勝ったのはムナーリ。じゃあ次はですね、どうしようかな、セロテープさん対ウネガエルさんでいきましょう。さあ、とりあえず2巡終わって全勝はムナーリー、それを1勝で追うセロテープ、タツオシ、トモザといった形ですね。さあガイルは苦手とおっしゃっていましたが、やはりガイル慣れないと辛いですね。ソニックムーンはダブラリで潰して、ダブラリだが、台足がやはり長くて攻撃時間が長いので結構近づくの大変そうですね。ダブラリ、ダブラリ。さあこっからザンギ側がどう近づくか、バックナックルが強い、こける、ダブルサマー、バニシングフラット、多分あれしか。さあソバットタイプ、ダブラリの上から蹴っていくと。さあ、マス取っていくわ、ウネガエル。さあ、開幕ソニック当たっている。なんとかして、近づきたい。近づいてこかせさえすれば、ザンギーフにもワンチャンスはある。ウネガエル対セロテープですね。ウネガエル VS セロテープ。
ダブルサマーが当たって痛い、痛すぎる。そうですね、いる、おーっと、吸った。さあ、こっから生まれない、生まれない。ソファットが強い。さあ、まずは一本取っていくわ、ウネガエル。さあ、ここでセロテープ、キャラクターがザンギエフ。さあ、ザンギでこの組み合わせはやはりすごく辛そうです。さあ、ソニックブーム、ソニックブーム、端に追い込まれていて、もうやはりこのソニックブームがすごくめんどくさそう。吸った飛び込んで、吸ってからのダブルはバレて、バニシングフラット。さあ、まず取っていくはセロテープ。サンクブーム、ダブルラリアットは蹴っ飛ばして、サンクブーム、ダイヤシこけた。おー、そしてピアル、ダンダンダンと飛び込み3段。さあ、リーチかけるウネガイル。カイモくん、相打ちからソニックブーム。さあ、ダイヤシに対して飛び込んだらサマーが待っていた。あー、にヒットしている。すごくめんどくさい、すごくつらい。さあ、なかなかいい飛びを見せるんですが、スクリューの前までにはいけない。なんとかしてスクリューの周りに行きたいが、ここでこけるのはすごくつらい。さあ、どうなる。ソニックブーム、ソニックブームさん、あー、最後は飛んだところに当たっていた。勝ったのはウネガイル。では、タツとしたい友座でいきましょう。まだベスト4のチャンスが残ってます。まだ残ってますね。まだベスト4チャンスは残っております。これで全敗は消えましたので。全敗は消えました。さあ、試合の方。全敗は消えたので、まだわからない。さあ、試合の方は、友澤ベガ対タツトシリュウ。波動拳。さあ、これは、2ヒット。ピヨッ、さすがベガ様。あなたの火力には憧れます。さあ、そんなことは。開幕サイコクラッシャーはギリギリ当たらなかった。飛び込み波動拳。さあ、ダブニーに波動拳が合わさって、中ボス一発。さあ、ヘルアタックからデビリバー当たっている。垂直から投げて、さあ、ダブニーはためがちょっと溜まってなかったかな。いいタイミングで出なかった。うわ、低い。一体足こかして、波動拳。さあ、どうなる。お互いワンチャンスはある。勝ちやすそうな。上方が投げてファイヤー。真空は冷静に飛んでかして、最高クラッシャーさあ、まず取っていくは、友澤ベガ。さあ、あ、ラウン、2戦目ですね。キャラは変えずに、リュウベガで。カンピーがタツトシリュウ、スピガが、友澤ベガと。さあ、飛びから裏回って、ピヨって、タン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 と。さあ、このかっこいい5ヒットコンボ。さあ、まずはヘルアタックからいったが、うまくいかない。波動も当たってしまって大変。だからこれは先端ホバーなので反撃は削れるぞと。さあ、いいタイミングのヘッドプレス。さあ、中パンチが強いぞ。さあ、大キックが飛び込んでヘッドプレス。デビリーは、さあ、
これは様子を見たか、それともタメが完成していなかったか、読み分けたか。投げたかったのはトモザベガー。では、ムナーリさんと、セルテープさんでいきましょうかね。あ、やったっけ？あ、ごめんなさい。じゃあ、ムナーリさんと、タツトシさんが連戦になるから、ムナーリさんとウネガエルさんでいきましょう。ムナーリさんやらないと試合数が足りませんのでね。で、ウネガエルさん、これが最終戦になります。で、その次が、セロテープさんと友田さんですね。さあ、1ピガーが、ウネガエル。2ピガーが、ムナーリ。さあ、ガエル・サガット。お互い、弾の打ち合いになりそうなこの戦い。ちなみに現在、ムナーリ・サガットは全勝中。だが試合数がまだ一番少ないので、どういう結果になるかわからないが、アパーカット。タイガー、タイガー、タイガー、タイガー飛び込んで2位からアパーか。さあ、球の打ち合い、いい、飛び込んでタイガーショット。さあ、どうなる。タイガー、タイガー右で抜けて、これはダブル KO。 さあ、やり直して、さあ、これは飛び込みからではないが、中盤サマーで痛いダメージ取っていく。サニックムーブ、中足タイガー。さあ、踏めない。タイガーショット、タイガーショット、ソニックブーム。さあ、ここでアパが、タイガー、タイガー、タイガー、最後は飛び込んで、さあ、1ラウンド取っていくわ。ウネガエル、さあ、今サーマー飛び込みを取って、ソニックも当たって、ソニックから画面端飛び込んでいくわ。アパがで返して、ダブルは下げて、タイガーに2ヒット、いて、タイガーショット当たっていく。アッパーカット、タイガー、タイガー。さあ、弾の打ち合い、ソニックは冷静に飛んで、落とせるものは落として、踏んでしまった。さあ、ファイナルラウンド。さあ、飛びが取って、とりあえず確実にダメージ。さあ、弾、さあ、ここで踏んでしまったか、飛びに引っかかったか。アッパーガット、上は見えている。さあ、この状態サマーで何とか切り抜けたか。ガイル側相当辛そう。さあ、飛びが通って、飛びが通った。まず1本目はムナーリ・サガット。濃い試合ですが、まだ1戦目です。さあ、ラウンド2、2戦目ですね。サーマーで切って、さあ、両者球が出ていた。対空の使い分けが非常にうまい。タイガー、アップアガット、弾も重ねて、ガイルがきつそう。弾3発分のガード。さあ、重ねて。タイガーショット、タイガーショット。ガイルがきついが、さあ、届いた。やっぱり2メートル超えは伊達じゃございませんね、サガット。さあ、今度は、ガイル側が端に追い込んで、行くか、アップアガット。サマーで抜けて、飛び込んで、投げて、受け目ある。
さあサイガーショットの出ているお手手を蹴っていく相打ち上等。さあランド3開幕サマーは開幕タイガーショット読みだったが読んでソニックブーム当たっている。中足タイグ大足も振ってタイガーショット、タイガーショット、タイガーショット。だが先ほども見たお手手をアンヨで蹴っていく。さあ飛び込んでこかしてタイガーショット、タイガーショット。ここでソニックが間に合う。タイガーアッパガット上が出る。ダブルは打つがさすがに遠い。勝ったのはムナーリ。では、セロテープさん対友田さんですね。ここはやってないですよね。で、ここ勝たないとセロ様のベスト4が怪しいとこ、ことになります。黄色信号ですね。さあ試合の方、ザンギベガ、これは玉なしの殴り合い。ホバー先端。さあここはうまくヘリアタックで逃げていく。中足中キックかな。さあヘリアタック、さしっかり3発当ててヘッドプレス、長い長い大キック。しかも痛いがここでフライングパワーボム。さあこれはスクリューパイルドライバーリバーサルアタック、点数も稼いで体力差はゴム。ここでザンギナイトメアガードしてスクリューパイルドライバー。さあラウンド2ダブ2。さあこれはめり込んでしまった。スクリュー飛び込んでスクリュー飛び込んでスクリューダブ2スクリューパイルでKO。 さすが吸引力の変わらないただ一つのザンギエフ。そう勝ってるのに追い込まれてるんですかあなた。さあ2戦目ダブラリが当たってスクリュー、さあ飛びが通って最後クラッシャーからの4段。さあこれはうまくなんとかした。さああとは近寄らせないで最後はホバー行きたいといったところ、近寄らせないでとどめを刺したと。ダブ2。さあ先端ギリギリうまいぞ今の対空。さあ上もしっかり見えて、さあヘッドプレス、さあマーソルドスカルダイバーから、さあダブラリー、ここでこけると大変。うまく難を逃れた。さあ中足、投げた勇気の前歩きか。さあホバー吸って、ここでじゃんけんポン。さあどうなる。うおー最後は大長い長いセロ様のベスト4がまだ1勝1敗でございます。それはだから自由ですよ。今日の大会はどのキャラ使ってもいいですよっていうルールですから。おー、ここはプライドを取った。
いや、別に配信だからって、残金を使わなきゃいけないというルールはないですから。今日のルールは、好きなカードを切ってくださいっていうルールですから。いや、目の前の勝利に対して貪欲なのは僕はいいことだと思ってますから。さあ、ここ、吸って、さあ、アイコクラッシャーに抜ける。飛び込んで、ダブに、さあ、これは、さあ、ホバも踏んで、埋めていく。うまく逃げて、ダブに通して、ヘッドプレス飛び、ダブに投げているのはベガ。どうなる？踏んづけて、どうなるの？あれは、立っているまず一本取る、アトモザベガ。投げて、さあ当たってしまった。飛びからスクリュー。さあ一瞬にして取り返す。さあ全国のセロテープファンの方、力を、オラに元気をあげてくれと。さあフラグにならないことを祈りますが。さあどんね、投げているのはベガ。さあデビーリーバー、ダブニー。さあ当たっている、先端届かないと、こけて、やはり警戒している。投げて、受け身がなーい。勝ったのは遠ざ。さあ、あ、ではムナーリ対タツトシ、ムナーリさん対タツトシで、タツトシさんでお願いします。本日の一応最終戦ですね。で、ここでムナーリさん勝てば文句なしの優勝でございます。で、タツトシさん勝ちますと、友田さんと勝ち数が一緒になりますので、優勝決定戦をもう一度って形ですね。さあ、タイガーショットでピヨってしまった。2段でいいヘリ。タイガーショット、波動拳、波動拳。さあ最後はタイガーショット、頭に直撃。ラウンドルはムナーリサガット。波動拳、波動拳、タイガーショット、弾の総裁。上は見えてます。さあ弾の打ち合い、竜巻はしっかりかわしてから反撃決めている。波動拳はさあ踏まず、スパイアも踏まず、飛びがうまいが、タイガーショット、波動拳、波動拳、タイガー、飛びが取ってジェノサイド。見てました。さあ、まず一本取っていくはムナーリ。そうですね、タツトシさんが勝つと優勝決定戦でございます。いや、ベスト4決定戦はないので残念ながらないです。ないのでベスト4決定戦一先なら一先なら一先で情けない負け残りの戦いが始まりますけどさあ、あ、優勢に進めているのはタツトシリーダー。さあ危ない。さあいい飛び込み、ラウンド取るはタツトシリュウ。
昇竜拳は当たれた。空対空がうまいぞ。昇竜拳しかも大飛び込み、ジャンプ大キックはやはりサガット足が長いので遠くでも届く。波動拳、波動拳、波動拳はうまく飛んでいく。しっかり球を見極めている。さあジャンプ中パンチを踏んでしまった。真空は1ヒット。タイガーショット、タイガーショット、しゃがんでかして、さあこれはタイガーショット。竜巻昇竜は様子見てました。さあラウンド3、波動拳飛びは許しません。さあ垂直からジャンプ大キック、飛びが通るが3段は決められず、初期が強い。こけて波動拳、波動拳、さあ中足、中足、中足、さあ波動拳こけて、波動拳、波動拳、真空は当たらない。初キック、最後は怪しい。優勝はムナーリサガットです。おめでとうございます。で、本当にやるんすか。そうですね、同率3位が、なのでベスト4おめでとうございます。ベスト3、1個上がった、やったね。やったね。というわけで本日の結果ですね、優勝ムナーリサガット、全勝、準優勝トモザベカ、ベスト3がセルテープ達成し、うねがえるという結果になりました。お疲れ様でした。ありがとうございます。で、次回ですね、来月も行います。来月は6月の25日を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。では、本日の戦いこの辺で終了させていただきます。余ってるクレジットは使っちゃって構いませんので、どうぞお使いくださいませ。では、お疲れ様でした。ありがとうございます。Round 2!
Oh!
さ。
Yeah!
Cyclone! 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 Cyclone!
Sonic Boom! Sonic!
Thank you.